仲良きことは尊きこと。決めたわ。今回はこの二人をマッチング。マーベラスリリーがチェックしてあげる。さて、今回も早速つぼみちゃんたちの放課後をモニタリング。で、あら、ひなちゃんの姿が見当たらないわ。それにれいちゃんも。もう一体どこに行ったのかしら。この音って、無償に決まってますわ。何せ採用事件所有のヘリなのですから。さあ参りますわよ、ひなさん。マーベラスな気配あるところ、私はどこへでも駆けつけるわ。学園内にいないと思ったら、もうペアの成立までしているなんて。期待させてくれるじゃない。さあ早速試験開始よ。よかったんでしょうか。僕のお手伝いのためなんかにヘリコプターなんて。何をおっしゃいますの、ひなさん。持てる力のすべてで挑む、これが勝者の秘訣ですのよ。勝者の秘訣、かっこいいです。それよりも今日は珍しいキノコを取りに来たんでしょ。あ、そうでした。このなでしこ島にだけ自生するという幻のキノコ、その名もなでしこ茸。それは美味しいらしくて、ぜひとも今日の晩ご飯にしようと思ったんですが、見つけるのが難しいと思っぱらの噂。僕たちだけで見つけられるでしょうか。ひなさん、この私が何の策もなしに手伝いを申してたとお思いですの。え、それってどういう。まずはこのデバイス。周囲5キロの温度と湿度を測定し、キノコが生えていそうな場所を即座に画面上に表示してくれる優れもの。はあ。続いてこちらのデバイス。背面のカメラで撮影したキノコの写真をネット上のデータベースから検索、照合し、一致する品種を教えてくれますの。はあ。などなど、西園寺グループの技術の粋を集めた機器を持参してまいりましたわ。少々大荷物になってしまいましたが、これならたとえ幻のキノコだろうとちょちょいのちょいでしたよ。すごいです。難しいことはよくわかりませんが、さすがです、レイさん。やっぱりレイさんにお願いして正解でした。困っている人を助けて差し上げるのはノブレスオブリージュですもの。天真爛漫なひなちゃんと自信家なれいちゃん、なかなかいいペアね。さあ、あなたたちの関係性もっと私に見せてちょうだい。にしてもこの島暑いですわね。もうそろそろ秋ですけど、やっぱりなでしこ島は常夏です。レイさん、もうちょっと動きやすい格好に着替えませんか。街の
に木陰があるので。そうですわね。本来なら外で着替えるだなんてことは避けたいところですが、これから動き回ることを考えると致し方ないですわね。それに無人島ですし。よし、これでバッチリです。もし息抜きとかで着てたなら水着でも涼しくていいんですが。キノコ狩りは遊びじゃないですからね。ええ、では早速なでしこ岳を探しに。私の荷物がありませんわ。あー、レイさん、あれ、お猿さんがレイさんの荷物を持って行っちゃってます。なあ、こら、ちょっとお待ちなさい。それには私のデバイスが。レイさん、待ってください。もう少しで捕まえられ。キャー！レイさん、大丈夫ですか？私としたことが木の根に足を取られるなんて。うわー、足怪我しちゃってますよ。これ式のこと何の問題も。それより猿はどこに？あの荷物には私の携帯も。それがないと外部と連絡すら。それがすみません、見失っちゃいました。僕がもっとしっかりしてれば。そもそも着替えようなんて言い出したせいでこんなことに。反省は後にいたしましょう。それよりもこの状況を何とかしなければ。外部への通信も困難となるとヘリを呼ぶこともできないので自力での脱出が必要となりますが。僕たちお猿さんを追いかけて夢中で走ってきちゃいましたね。ここはなでしこ島のどのあたりなんでしょう。でもレイさんのことですから、きっとすごい計算とかで今いる場所もズバッと分かっちゃったり。私、方向音痴なんですの。どうしましょう。このままでは私たち遭難は免れませんわ。これはまた大ピンチね。だけど困難な状況でこそ尊い絆は育まれるのよ。さあ、かわいいつぼみちゃんたちはどうやって切り抜けるのかしら。とにかくなんとかこの島から脱出しないと。でもどうやって月森町まで。それに姉さんの怪我の手当ても。落ち着いて。きっと僕がレイさんのお力に頼りすぎちゃったせいですよね。キノコ狩りなんて自分で何とかしなきゃいけなかったのに、それを手伝ってもらうなんて。ひなさん、少々考えすぎでしたよ。今回は私の過信も大きな要因。常に勝者たれとのお父様の教えのもと、万全の体制で挑んだつもりでしたが、まだまだ未熟だったようですわ。常に勝者。持てる力の全てで挑む。これが勝者の秘訣ですのよ。まだですよ、レイさん。まだ僕たちは全力でやれてないです。それはどういう。ちょっとだけここで待っててくださいね。
頑張りの先にはきっとマーベラスな結末がある。いいわよいいわよ。なんて言ってる間にひなちゃんも戻ってきたみたいね。お姉さん、お待たせしました。ひなさん、一体何をしてらしたの？じゃあレイさん、失礼します。僕の背中に捕まっててください。え、あの、ギャー、ひなさん、よいしょっと。さあ、着きましたよ。ここはなでしこ島の川？はい、昔僕が山で道に迷った時によくやってたのが高いところに登ることなんです。近くにあった木に登ってみたら、キラキラって光る大きなものが見えたので、たくさん水があるところに違いないって。水があるならレイさんの怪我の手当てもできますからね。そしてもしそれが川なら、その流れに沿って進んでいけば海に出られるはずです。確かにおっしゃる通りですわね。でもどうして急に？言ってましたよね、持てる力の全てで挑む、それが勝者の秘訣だって。だけどこの島に来てから僕はレイさんに頼ってばっかりで何も頑張れてなくて。そんなことは。だから今度は僕の番なんです。キノコはまたいつでも取れます。大切なのは僕たちが無事に帰ることです。ためにはまずこの辺りの木を使っていかだを作れば、怪我をしてるレイさんでも安全に脱出できるはず。よし。ひなさん、まずは怪我の手当てをしなきゃですね。水で傷口を洗い流しましょう。バイキンが入ったら大変ですから。で、さっき探してきたこの葉っぱが傷薬の代わりになるんですが、もうちょっと待っててください。これで、よし、いい感じです。今度は石なんて拾って何よ。こういう平べったい石で葉っぱをすりつぶすんですよ。そうすればしっかり傷口に塗り込めますから。ひなさん、あなたこんなにも頼りになる一面をお持ちでしたのね。私感心いたしましたわ。いえいえ、これも全部今までの僕の経験から覚えたんですよ。ほら、僕よく転んじゃうので。いいえ、それでも知識とは経験で肉付けされて初めて技術足りえるもの。ただ知識を詰め込んだだけの私ではひなさんのお役に立てないのも当然ですわ。そんなことないですよ。レイさんはすごい人です。尊敬です。どうやら私は思い違いをしていたようですわ。何かを成し遂げるために誰かの助けを借りるのは実力不足、恥ずかしいことだと思っておりましたの。ですがそれは間違いのようですわね。 1×1 は時に2にも10にもなりうる。算数のお話じゃなさそうですね。ええ、ですから勝者であるために、持てる力のすべてを使うために、次は私がお願いをする番ですわ。ひなさん、ここから脱出するためにあなたのお力を貸してくださいまし。
これも試験だったんですの？ええ、もちろん二人が本当にそんなしそうになったら助けに入るつもりだったけど、どうやら心配は無用だったみたいね。当然ですわ。私とひなさんの力を合わせればこれ式の苦難はちょちょいのちょいですのよ。そうです、ちょいですよ。それじゃあここから先は私がレイちゃんをおぶって海まで連れて行ってあげる。海岸に私のボートがあるから、それで月森町まで帰りましょう。それはありがたいお話ですが、いいんですの？試験官がそのような。いいのよ。だって可愛いつぼみちゃんたちを無意味に苦しめる理由はないもの。でもその前に、この試験で深まった絆の力、戦闘力チェックで私に見せてちょうだい。だけどレイさん、怪我の方を？ええ、応急処置をしてくださったおかげでなんとか大丈夫そうですわ。それとひなさん、たとえ試験官が相手でも何も恐れることなんてありませんわよ。そうですよね、戦闘力チェック